千年の由楽は、中上賢治の連作短編集。1980年7月から1982年4月にかけて文芸に掲載され、1982年8月、カーデ諸防新社から刊行された。1992年10月、カーデ諸防新社より文庫版が刊行された。本作を原作とした同タイトルの映画が、 若松浩二監督で制作され2013年に公開されている。作品の舞台は、和歌山県新宮市の、路地と呼ばれる被差別部落である。仲本の一頭と称される後期にして汚れた地に、生まれて、早死にを宿命づけられた若者たちの刹那的な、生き様を、路地に住まうすべての人の生き死にを記憶している三馬、お竜のおばの目を通して、マジックリアリズムの幻想的なタッチで、 神話的に描いている。若松浩二監督が映画化し、2013年3月9日、若松プロダクション及びスコーレ株式会社の配給で公開された。ロケ地の30で先行上映したいという監督の意向により、2013年1月6日に、津市の三重県総合文化センターで、同年2月9日に、大瀬市の大瀬市民文化会館で、 先行上映されている。2012年10月17日に亡くなった若松の遺作となった。2011年11月7日から11月15日まで三重県尾鷲市すがり町でロケーション撮影が行われた。また第69回ベネツヤ国際映画祭オリゾンティ部門に招待された。これにより、 若松監督作品としては2008年から2012年までの4年間で、ベルリン国際映画祭の実録、連合赤軍浅間マ3層への同貞、キャタピラー、カンヌ国際映画祭の11.25自決の日、三島幸男と若者たちに続き、世界三大映画祭への出品を制覇したことになる。路地と呼ばれる地域に、三番の妻、お竜のおばと、もう坊主の夫、 霊女の夫婦がおり、地元の人の生き死に寄り添い数十年間暮らしてきた。その、路地には、中本家に生まれた男たちは代々、周りの女が放っておかない用紙を持ちながら、若くして不運な運命をたどるという言い伝えがあった。老婆となったお竜は、くしくも三馬として、初めて取り上げたのが中本家の赤ん坊で、数年前に個人となった霊女の家に、当時のことを語りかける。 数十年前のその日、仲本彦之助は、霊女と二人きりで会話し、仲本の先祖が犯した罪を自身が罰を受けることで、仲本の汚れた血を清めると告げた直後森の中に、消えてしまう。時同じくして、お竜は、彦之助の妻の出産に立ち会い、仲本の血を背負っていようが、恐ろしいことはないと言葉をかけて、息子、半蔵を取り上げる。生まれたその日に、 母子家庭となった半蔵は、数年後に母までが失踪したため、路地にいる知人の家を転々としながら育てられ、重大後半に一時地元を出て、働きに出る。その後別の町で知り合った女性と共に帰郷した半蔵は、夫婦で路地で暮らすことに決めたと、お竜と霊女に告げて二人を喜ばせる。半蔵は仲間に誘われて、山仕事をするようになるが、 しばらく経ったある日、半蔵が浮気しているとの噂が、お竜の耳に入る。後日半蔵は、夫がいる、身の女に手をつけたことがその夫にばれて刺されてしまい、知らせを聞いて駆けつけたお竜は、早すぎる彼の死を痛む。その矢じ馬の中に、これが、仲本の血を引く、男の最後かとつぶやく男、田口三好がおり、性は違うが、彼もまた仲本の血を引く若者だった。 三吉も、お竜が取り上げた子で、生来負けん気の強い彼は10代半ばで不良となり、時々感を合わせる彼を、お竜と霊女は心配していた。そんなある日、三吉は、二人組の男たちから金持ちの家に、泥棒に入る計画に誘われて賛同し、その夜忍び込んだ家の金品を盗むことに成功する。三吉は、後日お竜に会うと、俺は、半蔵のように惨めに死んだりしない。 中本の血が何者とその場を後にする。その後三好はダム建設の半売で真面目に働くことを決めて、路地を離れ、同じく中本の血を引く若者、中本達夫と半売で再開しともに働くことに。しかし一年後三好は病気で失明してしまい、達夫に連れられて帰郷するが、彼が目を離した隙に人生に悲観した三好は自ら命を絶ってしまう。ありがとうございます。